雪がみぞれとなり、また白く雪になるような荒れ日和に、宮がどんなに寂しく思っておいでになるであろうと想像しながら、源氏は使いを出した。こういう天気の日に、どういうお気持ちでいられますか？振り乱れ、暇なき空に、なき人の、雨がける乱、宿ぞ悲しき、という手紙を送ったのである。髪は曇った空色のが用いられてあった。若い人の目に良い印象があるようにと思って、骨を折って書いた源氏の字は、眩しいほど見事であった。